はい、速稼塾の久保です。最近流行ってるペーパルの詐欺についてちょっとお話しますね。この詐欺の特徴っていうのは非常に金額が少ないっていうところにポイントがあるんですよね。そして、ね、丁寧な方が連絡してくださいます。じゃあ具体的にその手法をお話しますので、親と思ったらねちょっと気をつけてみてください。ある日突然ペーパルの方から連絡が来ます。あなたの口座に振り込みがありましたので受け取りをしてください、受け取り作業をしてくださいってことですよね。これね、実はね、受け取り作業をすると自分の口座にペーパルを通じてお金が入ってくるんですよ。で、受け取り作業をしないと1週間ぐらいでその送金はキャンセルされて送信元に戻るんですよね。これをまず前提として理解しておいてください。で、今回もね、私のペーパル口座にお金がね入ってきたんですよ。で、ペーパルの方から連絡来ました。受け取り作業をしてくださいと。受け取り作業をするとあなたの銀行口座にお金入りますと。でも受け取り作業をしないと1週間でこの送金はキャンセルされてあなたの口座に入らずに送信元にお金返ってきますっていうふうなね、こんな連絡なんですよ。で、片方ではですね、私の SMS ですね、電話番号通知を利用して私の方にね、メールがロシアから来ました。ロシアから来て、まあ日本語じゃなかったんでね、ロシア語で来たんで、一応ね、片言のロシア語とあと翻訳機能で読んでみると、なんとですね、そこにはですね、こういうことが書かれてました。すいません、日本の久保さん、私は間違えてあなたの口座にお金を入れてしまったんです。ぜひね、お金を返金してほしいんです、お願いしますっていうふうに来るんですよ。で、そこで私はロシア語をこう日本語からロシア語に変換してね、こういうふうな返事を出しました。あ、事情わかりました、それはご不安ですよねと。はい、大丈夫ですよ、私が受け取り処理をしませんので、1週間もすればあなたの銀行口座にお金はそのまま返ります、ペーパルが保証しますので、ご存知のように私は受け取り作業を、ね、しませんので、あなたの口座、あなたのお金っていうのは戻りますから大丈夫ですよっていうふうにお送りしたんですよ。そうすると向こうからね、よかった、安心しました、ありがとうございましたって返事が来ました。そして数十分後ですけども、すいませんけどもすぐにお金を送ってくれませんか、送りしたお金は受け取ってもいいんでってことで来たんですよ。で、どういうことかっていうと、なんかね、急にお金が必要になったらしいんですよ。で、急にお金が必要になったから、まずはね、あなたの、私のですよ、私のお金を送ってくださいと。その後でペーパルの受け取りをしたらいいじゃないですか。そしたらあなたは損はないでしょ、私は今すぐお金がいるんだっていうわけなんですよ。金額にして2万円ぐらいです、まあ、ですんでね、お金を送ってあげてもいいかなって感じる人はいるんじゃないですかね。でも、ここがミソなんですよ。お金を送るとそのペーパルの送金は向こうからキャンセルされるんですよ。ということで2万円前後は搾取されるっていう構図ですよね、まあ、ですんでね、私はこういうふうに申し上げたんですよ。すいません、私ペーパルのね使い方がわからないんで、ただ何もしないってことはできるんですよ。だから何もせずに1週間後あなたの銀行口座に入りますので、本当に大事なお金だったらペーパルのお金が戻ってくるよってことをね、周りの人に話して周りの人に借りてみてくださいと。これ以上私ちょっとね、会話もこのロシア語得意じゃないんでもうできませんので返信しませんってことで話終わったんですよね。そうするとしばらくですね、どうしてもお金がいるんだとかね、今払わないと困るんだ、借金取りが来てるんだみたいなことを切実に送ってきたんですけども、まあそっからはね、私はねこの手法っていうのは存じてましたんで、あ、インチキな人が頑張ってるなと思ったんですよ、ということでね、向こうの方っていうのは多分ねアルバイトの方で、この作業を1日捨てるんでしょうね、そして1万人ぐらいにこれをやるとやっぱりね、何人かは例えば5人10人ぐらいはお金を送ってくれるんですよ。そうすると日当で20万とか30万とかになるわけじゃないですか、だからそういうスキームがあるんですよね。だからいろいろ考えるもんだなと思いました、本当にね、丁寧なメッセージが来たんで、この人大丈夫そうだなって思っちゃうんですよ。特に気のいい日本人はね、ですんで寝られてるってことなんですよ。ただやっぱり1週間放置しておけばお金が戻るっていうのが分かっているってこととね、これルールをちゃんと分かっているってことが大事なんですけども、ペーパルのルールね。それからミスしたのは誰なんですかってことなんですよ。いきなり連絡が来て戸惑ったのはこちらであって、謝ってもらうことはあってもね、だからってこちらが自分の身銭を切って何かをするっていう必要はないですし、その作業をするのもまあお門違いかなと思うんですよ。ですんで、その方はね、自分のミスでそうなったわけですから、じゃあその報いはやっぱり受けてもらってもまあいいのかなと思いますし、まあ、お人よしな日本人はね、私も基本的にお人よしなんですけども、じゃあお金送りますってなっちゃうんですけども、この詐欺の手法を知ってなければやったでしょうね、きっとね、私もね。ただこれは全くのインチキなんで、皆さんご用心くださいって話ですよね。はい、では以上です。